違う。修二、私も違います。そんな父さん。ではなぜ香山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそ。修二、お前の分まで僕が。兄さんは黙ってろよ。兄さんには僕みたいなって、最初からやり、なんで誰も分かってれば。修二よ、なぜ。違います、父さん。何が違うというのか。分かってます、僕は父さんの期待を裏切りません。本当です、信じてください。僕だ、だって僕は父さんの息子ですから。だから怒らないでください。頑張ります。だから父さんを満足させます。と、いやだ。なんだ。お前はそんなんじゃ。父さんに怒られた時のミス。見つかった？それがなかなか私も見つけられなく、そん、ありがとう。僕たちも見つけられなかったし。そうだよ。あ、もう二人。うん、特に何も。俺の方もダメだった。どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。おはよう、みんな。おはよう。寝てる間、上事みたいなこと言ってましたよ。いや、でもそ、うちは一人でも平気だって。何が起こるかわからないところなんだぞ。いいから。おい、あの二人は変わんねえな。安心できそうだよ、俺。何をしてるんだ、まったく。そこの二人、いつまでも。そ、うるせえな。今日だ。二人とも落ち着いて。ユウも、お兄さんのことを邪険に。うちは、シュウジさん、二人はこれで。そうは言うけど。あれ、みんな大丈夫だよ。せっかくみん、そうしよう。お願いします。なんだか大変だね。みんな葵みたいにいい子な。今はまだ仕方ない。そういうものかし。つまり目立った成果はないということだね。あいつらの狙いは俺たちを池に。意味わかん。そもそも管理者って。いその人が元凶ということ。要するにあれだろ。それって敵のアジトに乗り込むってこと。そうよね。何言ってんだ。行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない。そんな状態じゃ身を。とっとと相手の。いいじゃん、いいじゃん。お前は留守番だ。はあ、危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて。ああ、出た。まあ我々がいるのだから多少の危険はも、うん、たくま、それなりにし。それにこんだけ数がいるんだ。あ、確かに。こいつらの力があればちょっとやそっとの
とにかく反対だ。いや、今はこれが最善。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。本拠地に行くべ。何それ。いやだってしょうがないだろ。それはそ、結局はどう安全に外。そうだね。そう、もういいじゃん、さっさと乗り込もうよ。そうね。あぶく、君たち、僕の毛、僕はとにかく僕たちには敵が。そのために協力しないと。帰れる可能性はある。わけわかんないまま池に。僕はもう一度校舎内を探しに行く。何も見つからなかったって。そういう言い方は良くないぞ。修二は修二さんは私なんかよ。葵はちゃんとやってるわ。ありがとう。ねえタクマ、物を探すのも大切。アグモンは自由。わかった。行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。僕の番だね。
の番だね。この力も重ねていて、ここは俺が行く。の番だね。ここは俺が行く。
対に勝つんだ。ディアトリモン、私の番。もっと守れる力を。ドーベルマン、俺が行こう。Woo!